こんにちは、目黒区の自律神経救世主原町接骨院久松です。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みの方にお役に立つ情報を提供いたします。今回からですね、何回か頭痛についてお話をいたします。今回はですね、頭痛の種類、どういったものがあるのか、そしてあなたはどういった頭痛になるのか、分類分けをご紹介いたします。頭痛の種類なんですけども、一次性頭痛と二次性頭痛というのがあります。今回は一次性頭痛、当院で扱える範囲ですね、一次性頭痛について説明いたします。一次性頭痛は3種類あります。緊張性頭痛というのと、片頭痛というのと、群発性頭痛、3種類あって、その1つずつ説明いたします。まずこの最初の緊張性頭痛というのは、血行不良が原因で起こるものです。まあ、肩周り、首周りが硬くなって、そして起こってしまうことが多いです。どういった感じが、もう締め付けられる感じ、頭が重い感じ、そしてもう首周りの筋肉が硬くなってしまう。頭はなんか硬くなった感じができてしまいます。それが緊張性頭痛。二つ目、片頭痛。これはどういうものかというと、血管の急激な拡張で起こります。どういった風に感じるか、脈を打つ感じ、ドグン、ドグンという感じで、もう痛みを感じるパターンですね。そして脈を打つ感じで、ズキズキする感じ。そして血管の急激な拡張によりますので、入浴やアルコールで悪化します。また、片頭痛、偏った、片側の頭痛と書いてありますが、両方のこめかみに起こったり、側頭部に起こったり、前頭部に起こったり、ましては頭全体に起こったり、そういった感じで起こることがあります。必ずしも片側というわけではないです。そして三つ目が群発性頭痛という頭痛です。どういったものか、これは動脈の炎症によって起こります。どういった感じの症状か、目の奥が刺されるような感じ、そしてかなり強烈な痛み、立つのも嫌になるような、そういった強烈な痛み、そしてそれが 1,2 ヶ月続くパターンが多いです。また動脈の炎症であるため、入浴やアルコールで悪化してしまうということがあります。あなたの頭痛、この中で3つのうちにどれかに当てはまるとは思うんですけども、それぞれね、やっぱり原因が違います。ですが、それによって対処法も異なってきます。もう緊張性頭痛の場合、血行不良ですから、お風呂入ったりすると結構良くなる場合があります。片頭痛は血管の拡張なんで、逆にお風呂入るとね、余計悪化します。群発性頭痛も同じ。ということでね、結構対処法は変わってきます。私の治療は自律神経を整えていく治療なので、それに関しては方法を同じような形で対処はできます。そして、これをご覧になっている方で、もし頭痛でお悩み、または自律神経の症状でお悩み、病院で原因不明と言われた、そういった症状でお困りの場合、当院がお役に立てるかもしれません。一回当院のホームページご覧になってみてください。いろいろ症状別のページがありますので、あなたに合ったページがあると思います。そして私の力が必要だと思ったら、電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。次回は二次性頭痛というものについて説明していきます。